各選手の大まかな成績や活躍を振り返りつつ、FIFA22 でどのような評価になっているのか、選手パラメーターを確認していこうのコーナーです。今回は大型左サイドバック、柳隆弘選手です。今季公式戦36試合出場、1ゴール0アシスト。出場試合は多いんですけれども、その大半が途中出場。レギュラーを奪うには至りませんでしたね。パラメーターを見るとスピードがかなりあります。一瞬のスピードは相当なものですね、これね。一方で体の大きさを反映したのかね、敏捷性は今一つ。あんまり小回りが効かないものの、まあ駆け出すと追いつけない、そんなところですかね。そしてフィジカルの強さもいい感じですね。これだけ高ければなかなか当たり負けしません。弱点は足元、ビルドアップ能力ですね。ここは札幌のサッカーをやる上で非常に重視されているところで、この辺がね、レギュラーを奪うに至らないポイントかもしれません。試合を見た感じだと、戦術理解度は低くないと思いますし、出た際にはね、自分の役割をしっかりと認識しているプレーが多かった印象です。足元の技術と連携を伸ばしていけば、開花する予感はします。このサイズ感でね、走れるサイドバックは貴重な存在なんですよね。ぜひ札幌でワンランク上の選手になってほしいですね。以上、柳選手のパラメーターチェックでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。